アウグストフォン・マッケンゼン、アウグストフォン・マッケンゼン、オーガストフォン・マッケンゼン、1849年12月6日から1945年11月8日は、ドイツ帝国の軍人、陸軍元帥。第一次世界大戦で軍司令官として活躍した。省エ管理人の息子として、プロイセン王国ザク選手ウビッテンベルク近郊の屋敷に生まれる。出生名は、 アントン・ルートヴィヒ・フリードリヒ・アウグスト・マッケンゼン。アントン・ラードヴィグ・フリードリヒ・オーガスト・マッケンゼンである。村の学校に通った後トルガウのギムナジウムに入学。学校でピアノを習い演劇の際伴奏していた。1865年に晴れに転校。翌年プロテスタントの献身を受ける。彼は、障害経験なプロテスタントシントだった。1868年に、 成績不振で退学。巨弱と判断され、兵役から外された。やむを得ず親元に帰り農業の修行を始める。しかし、一点兵役にこだえると判断されて、ポーゼン州の第二ユサール連隊に一年主願兵として、エイ氏、兵役を済ませた。その後、ハレ大学で農学の勉強を始め、同時に、経済学、私学の講義なども聴講。 1870年の不仏戦争に予備役士官候補生として従軍。偵察で先行を挙げ、第二級鉄十字章を受章した。同年12月に少尉に任官。戦争終了後の翌年10月に大学に復学した。この頃から軍事学に興味を持ち、後年の1898年にドイツ軍事学協会を設立し誉会長になっている。 1873年、職業軍人の道に進む。勤勉かつ意欲的に軍務をこなし、高い評価を得た。マッケンゼンは、上官の評価を得る術を心得ていた。また、戦記の執筆でも高い評価を得て、軍部内で名を高めることに成功した。1877年に、京ニヒスベルク中東軍に転属。 そこで、彼が書いた戦記の中で検証した将校の妹、ドロテアと知り合う。1878年、中尉に昇進。翌年、ドロテアと結婚。彼女の父は、東プロイ選手知事であり、マッケンゼンの出世に好影響を与えたことは、否定できない。陸軍大学で学んだ後、1880年に、参謀本部に転属。 1882年には第三望本部付け。1891年、新三望総長、アルフレート・フォン・シュリーフェンの第一副官となる。1898年からは皇帝ビルヘルム二世の副官に転じた。1899年、ビルヘルム二世の40歳の誕生日を祝って彼は貴族に除され、以後はフォン・マッケンゼンを名乗るようになった。1901年に、 ダンツヒに新設されたユサール旅団長に就任。1914年に第一次世界大戦が勃発。この戦争では彼の参謀長だったハンスフォンゼークトと共に戦略家としての名声を欲しいままにすることになった。開戦直後の8月に第17軍団司令官に就任。東プロイセンの軍便年付近でロシア軍と激突したでは2時間で9000人が、 戦死する無護戦を経験し、後に、あれは、大虐殺だったと解雇している。しかし直後の単年ンンベルクの戦いでは、彼の軍団はロシア第二軍を包囲する上で、決定的な役割を果たした。同年11月、第九軍司令官に就任。セルビア征服に成功。翌1915年4月、新設の第十一軍司令官に転じる。5月のでは、 毒ガスも使用して、ロシア軍の戦線を突破した。この戦行により、元帥に昇進。翌1916年には、オーストリア軍との共同作戦でルーマニアを征服し、終戦までルーマニア軍政総督を務めた。終戦時、ハンガリー及びサロニキで拘束され、1919年にドイツに戻った。彼は他の旧軍人と同じく、 ドイツは戦争で負けたのではなく内政の混乱で負けたと信じており、ドイツ革命で成立したバイマル共和国には否定的だった。ベルサイユ条約の廃棄をドイツ政治の最大の義務と捉え、1918年11月11日に連合国との休戦条約に調印したマティアス・エルツベルー財務省が右翼に暗殺された時には恥さらしが言ったと述べている。 こうした立場から彼は民主主義者ではなく民族主義者に属するとみなされている。対等するナチスに対する姿勢は複雑だった。伝統的なプロイセン軍人としてナチスに会議的ではあったが同様な立場にあった元軍人のパウルフォン・ヒンデンブルク大統領と違いアドルフ・ヒトラーを認めていた。ナチスは ドイツ帝国の伝統とナチスによる第三帝国の連続性を強調するためにプロイセンを利用したがマッケンゼンへの接近もその一つだった。ヒトラーは1935年にブランデンブルク州で荘園をマッケンゼンに与えている。ただしマッケンゼンはドイツ軍や新英隊によるポーランドでの蛮行やナチスの反教会政策には真っ向から反対し、 抗議の公開書簡を発表している。また長いナイフの夜事件によるシュライハー、ブレドーラの死についてはヒトラーに直接抗議し、入れられないと見ると、将校十八名と連名で、ヒンデンブルク大統に書簡を送っている。この書簡の中で、ブロンベルク国防省やノイラーと外省タナジスの閣僚を罷免し、失政機関による統治を要請している。それでもこれらの責任は、ヒトラーではなく、 部下にあると考えており、ヒトラー自身に反対することはなかった。第二次世界大戦中の1941年6月、亡命先で死んだかつての主君ビルヘルム二世の葬儀に参列するため、オランダに赴いた。1944年7月20日、ドイツ国防軍将校によるヒトラー暗殺未遂事件が起きたは、首謀者たちを激しく非難し、直後に設置された、 国防軍名誉委員会の一員として、計画参加者の不名誉除退に関わり、軍法会議ではなくローラント・フライスラー判事の人民法廷による彼らに対す見せしめ裁判への道を開いた。廃色濃厚になった1944年11月には、若者に対して祖国のために死ぬ覚悟を持つことを訴えている。彼は最後までヒトラーへのシンパシーを失わず、 プロイセンの軍国主義とナチスの相当崇拝の橋渡しに加担したと評価されている。これらのことから、オットー・フォン・ハプスブルクなどはマッケンゼンを第三帝国の高貴なプロイセン人と評定いる。1945年初頭、ソ連軍がドイツ本国に迫る中、彼は夫人と共にニーダー・アザク戦州に疎開した。5月にドイツは降伏した。 九十六歳の誕生日を一ヶ月後に控えた。その年の十一月、彼は死去した。軍事評論家の告げ休憩は、オムダーマンの戦いで有名を轟かせた将軍と、同一人物であるという説を主張している。最初の夫人ドロテアは千九百五年に死去。三年後に五歳レオニーと再婚し、死去まで連れ添った。最初の夫人との間に三男事情を設ける。 長男は、ナチスドイツ時代に、ノイラーと外相の下で次官を務めた。三男エーベルハルトは、ドイツ国防軍陸軍で上級大将になり、イタリアでの民間人虐殺関与の罪で先犯として、死刑判決を受けたが恩赦されている。マッケンゼン級巡洋戦艦の名前は、アウグストフォン・マッケンゼンにちなむ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。